ハロー YouTube、 どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、皆様に僕のおすすめする本をね、ご紹介していきたいなと思います。まあ僕はですね、本をたくさん読みまして、まあこれ後ろ見てもらったらわかると思うんですけども、本当にいろんな分野を、まあ、たくさん読むんですよね。で、その中でも特におすすめのね、本をちょっと、僕の独断と偏見で皆さんにご紹介していきたいなと思います。っていうのも、やっぱりその読書って本当に人生にとってプラスになることが多いと思うんですよね。っていうのも、世界中の頭のいい人たち、お金持ちが皆さん読書家なんですよね。例えば、世界一のお金持ちのイーロン・マスクであったりとか、世界第2位のお金持ち、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス、そしてね、この YouTube を持っている Google の創業者、ラリー・ペイジであったりとか、マイクロソフト創業者、ビル・ゲイツといったね、もう本当に頭のいい人たち、もう超お金持ちが皆さん読書家なんですよね。なのでやっぱりね、読書から学べることって本当にたくさんあると思うんですよね。例えば人間関係をうまくいくヒントであったりとか、その歴史を学ぶことによって今目の前にあるその課題を解決するにはどうすればいいのかを考える力であったりとか、他にもお金をね、そのお金持ちになる方法であったりとか、たくさんのヒントがあると思うんですよ。ということで今日はちょっと皆さんにこの読書家の僕がね、おすすめ本をね、紹介していきたいなと思いますので、よかったら最後までね、見ていただけたらなと思います。で、今日紹介する本なんですけども、今日はちょっとテーマはですね、科学に関する本をね、ちょっと紹介したいなと思います。まあ、自然科学、テクノロジーですよね。まあ、物理学とか、まあ、数学とか、まあ、宇宙とか、まあ、IT とか、まあ、そういった分野だと思ってもらえたらなと思います。で、実は僕ね、専門が物理学で、その、数学とか物理学とかの本をね、本当にたくさん読むんですよ。で、そんな僕がですね、特におすすめなやつを厳選して紹介していくので、もうぜひ最後まで、ね、見逃さず聞いてもらえたらなと思います。結構今回は本気で自信あるので、特にその今からその、ね、大学生として、あの数学とか物理とかそういったものを学びたいとか、その理系の知識をつけたいという方はね、この本すべて読んでもね、絶対プラスになることの方が多いと思うので、まあ、それぐらいの名著です。じゃあ早速いきます。はい、ではね、早速1冊目紹介したいなと思います。まずこちら、ホーキング、宇宙を語るビッグバンからブラックホールまでというね、こちら、天才物理学者、ホーキング博士のこちらの本なんですけども、この本実は、ベストセラーとなったね、宇宙物理に関する本で、で、この本内容なんですけども、例えば、この宇宙はどうやって生まれたんですかとか、宇宙ってどんな構造をしてるんですかとか、ブラックホールの中ってどうなってるんですかとか、ビッグバンってそもそも何ですかみたいな、そういった宇宙についてのね、ことをこの天才物理学者ホーキング博士がね、教えてくれてて、非常にね、そういったその理系男子というか、まあ、物理とか数学とか宇宙が好きな方にとってはね、本当に面白い一冊になってますので、よかったらね、これ読んでみてください。まあ、例えばその M 理論っていう、この世界、この宇宙っていうのは11次元だっていう理論であったりとか、まあ、超紐理論っていうね、万物の本当に最小単位は、まあ、すごい紐だみたいな、なんかそういった理論であったりとか、まあ、ビッグバンっていうのは、まあ、こういう風にできてますよみたいなことを、まあ、書かれてまして、まあ、タイムマシンはね、あるのかないのかみたいな話もあってね、結構面白いです、これは。いや、これね、本当に宇宙に興味のある方、宇宙について知りたいとか、そのタイムマシンはあるんですかみたいな、そんな方ぜひ読んでみてください。本当にこれね、全世界の読者が驚嘆した本書は、今や宇宙について語る人間全てにとって必読の一冊であるということでね、おそらくですね、僕の予想ではね、2020年代っていうのは宇宙の時代になると思うんですよ。っていうのも、今世界中のものすごい頭のいい人たち、ものすごいお金持ちが皆さん宇宙を見てるじゃないですか。例えば日本だったら、その前澤社長がね、こう宇宙に行ったりとか、ホリエモンさんがロケットを作ったりとか、で、世界一お金持ち、イーロン・マスクっていう人物は、スペース X っていうロケットの会社を作ってるんですよね。で、2番目のお金持ちっていうのは、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスで、こちらもブルーオリジンっていうロケットの会社を作ってる。つまり、ものすごい優秀な人たち、ものすごいお金持ちが宇宙を見るっていうことは、そこの宇宙業界全体が活性化するということで、このね、宇宙を知るということは、もう絶対プラスになると思うんでね、こちらよかったら読んでみてください。僕の動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。そんな感じです。はい、そしてね、2冊目がこちら。ご冗談でしょう、ファインマンさん。こちらね、上下巻ということで、これはですね、天才物理学者ファインマンさんの本で、このファインマンというのは、物理学の天才、物理学を語る上で絶対に外せない人物で、よくね、その大学とかでね、物理学科に入ったら、ファインマン物理学っていうね、もうその物理学の参考書みたいな、
本のタイトルの名前にもなってる人なんですよね。で、この人は、その、1945年に日本はね、アメリカから原子爆弾を落とされたと思うんですけども、その原子爆弾を開発するマンハッタン計画に最年少で選ばれた、本当に天才物理学者なんですよ。で、この本っていうのは、本当に、今もなおいろんな人が読んでて、例えば Google の創業者ラリー・ペイジであったりとか、マイクロソフト創業者ビル・ゲイツなんかもファインマンを尊敬していて、この本を読んでるということで、これはですね、そのファインマンさんがどのような人物なのかっていうことについて書かれてる本なんですよ。まあ、彼が物理学を語ったりとか、彼のやってた勉強法であったりとか、彼の人生についてね、その天才の人生について書かれてて、なかなかね、好奇心あふれるお茶目な、まあ、ユニークな人なんで、個性的な人なんでね、なかなか面白いんで、よかったらね、これも僕の動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。はい、それではね、3冊目がこちら。ニコラ・テスラの完全技術解説書ということで、皆さん、ニコラ・テスラってご存知ですか？まあ、実はね、ニコラ・テスラっていうのは、まあ、エジソンのライバルと呼ばれてた人で、まあ、超がつく天才なんですよね。もしね、僕が、その天才とは誰だと、まあ、答えろみたいなこと言われたら、まあ、間違いなく、アインシュタインか、まあ、ニコラ・テスラか、まあ、そういうレベルの人なんですよね。で、この人はね、本当に電気に関して詳しくて、今、世界一のね、お金持ち、イーロン・マスクってテスラっていう電気自動車の会社を作ってると思うんですけども、そのテスラっていうのもこのニコラ・テスラのテスラから来てるんですよ。で、ニコラ・テスラっていうのはシリコンバレーの起業家にね、非常に尊敬されてて、あのグーグルの創業者ラリー・ペイジなんかも、まあ、ニコラ・テスラのことを尊敬してると。で、彼で、ニコラ・テスラは世界システムという無線で電気を全世界のどこにでも送電できるシステムを作ろうとしていたんですけども、まあ、お金を集めることができずに、まあ、才能はあったんですけども、その、世界システムを作ることが実現できなかった、まあ、不遇の天才としてね、知られてるんですが、まあ、そんな彼がですね、どんなテクノロジーを、まあ、考えてたのか、彼の論文などをね、ここにまとめてくれてて、で、僕この本ちょっと読んだ感想なんですけども、本当に100年前に書かれた本とは思えなくて、もう未来のテクノロジー、もうドラえもんの世界のことが、まあ、100年前に書かれてるみたいなイメージなんですよ。で、これね、本当に予言者かなっていうぐらい、すごい未来のテクノロジーについて書かれてまして、例えば、その iPhone のようにね、こう誰もが、その自由自在に情報を発信して、それによって、同時的にね、世界中の誰もしもがコミュニケーションする時代が必ず来るっていう、要は iPhone を予言していたりとか、そしたら UFO のように、こう、上とね、UFO のその円盤型の乗り物の上と下の部分のその電磁波の密度とかを、その変えることによって、浮力を生み出して、それによって、そう、空を飛ぶみたいな装置の設計図であったりとか、まあ、すごくちょっとね、面白いので、よかったら読んでみてください。これもね、僕の動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、4冊目がね、こちら、ゲームの理論と経済行動ということで、こちら、先ほど紹介したね、天才物理学者ファインマンさんの書いた本なんですけども、これはね、その、ゲームの理論っていうのを、まあ、実際の人間社会の経済活動に応用できるように、この天才物理学者のね、ファインマンさんが、まあ、理論化した本なんですけども、例えば、囚人のジレンマっていう話が、有名なんですけども、その囚人が2人いましたと。で、この2人が、その、相手を裏切るか裏切らないかによって、自分がいくらポイントがもらえるか。要は、裏切れば、その自分の方がポイントが高くなる。ただ、裏切らなければ、ポイントは、少なくなるけども、両方裏切らなかったら、その、お互いにもらえるポイントはでかいけど、両方裏切った場合は、そのポイントより、ちょっと、ダメージがでかいみたいな、そういった話で、じゃあ、どうすれば、自分が一番利益を取ることができるのかみたいな、まあ、論を、まあ、書かれてる人で、まあ、結果としては、相手が裏切ったら裏切るっていうのが、まあ、一番その、経済活動において、自分が、まあ、得をする行動っていうことを、まあ、理論的に、まあ、証明したという人でね、なかなか面白い人なんで、面白い本なんでね、よかったら読んでみてください。おすすめです。はい。はい。そしてね、5冊目がこちら。じゃじゃん。ユークリッド言論と呼ばれるこちらの本なんですけども、この本実はですね、紀元前200年頃に古代ギリシャの、まあ、数学者が書いた本で、まあ、いろんなね、天才偉人に読まれている本なんですよね。例えば、相対性理論を発見したアインシュタインであったりとか、万有引力の法則を見つけたアイザック・ニュートンであったりとか、先ほど紹介したね、こちらの本を書いたファインマンさんがね、まあ読んだ本でもあるんですよね。で、これどのような内容が書かれてるかというと、まあ数学の幾何学、まあゲオメトリーと呼ばれる分野で、あの三角形の内角の和が180度であったりとか、その四角形はその360度ですとか、その円周円とかそういった、まあその円周率はいくらなのかであったりとか、他
他にもその素数とか、まあ、そういった分野がね、その2200年前に古代ギリシャの天才数学者によって書かれて、まあ、アインシュタインとかファインマンさんとかアイザック・ニュートンとかも読んだ本なんでね、まあ、数学とか物理学を志しつつという方はね、よかったら読んでみてください。おすすめです。僕の動画下概要欄にリンク載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではね、6冊目がこちら、ユダヤ人の成功哲学タルムード金言集という本なんですけども、皆さんユダヤ人とはご存知でしょうか。まあ、実はね、ユダヤ人っていうのは非常に優秀な民族で、全世界に1400万人しかいないんですけども、本当に世界に影響を与えた人物であったりとか、偉人天才と呼ばれる人が本当にたくさんいるんですよね。例えばアインシュタインなんかもそうですし、こちらのね、ゲームの理論と経済行動を、まあ、書いた天才物理学者ファインマンさんであったりとか、現在で言うと、Google の創業者ラリー・ページ、セルゲイ・ブリンであったりとか、Facebook のマーク・ザッカーバーグなんかも、まあ、ユダヤ人なんですよね。で、彼らがなぜそういった、その全世界77億人のうちの1400万人、要は日本人の10分の1の数しかいないにもかかわらず、そんなにすごい人物がたくさん輩出されているのかということについてね、まあ、書かれている本で、それはね、ユダヤ教のタルムードという教えがあるんです。例えば、78対22の宇宙の法則であったりとか、どんな石鹸で体を洗うよりも、お金で体を洗うのが一番綺麗にあるであったりとか、まあ、そういったね、名言が、たくさんありますので、こちら、ぜひ、なんかその成功したいとか、お金持ちになりたいとか、まあ、そういったね、ユダヤ人について興味があるという方はね、こちら、一応、タルムード、金言集、よかったら読んでみてください。こちらもね、僕の動画下概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてね、ラストがこちら、誰のためのデザインという、こちらの認知科学者のデザイン言論という本なんですけども、この本実はね、Google の創業者ラリー・ページであったりとか、Amazon 創業者ジェフ・ベゾスの愛読書で、Google のウェブサイトの、この検索のね、そのデザインなんかもこの本を参考にして書かれたと呼ばれてるんですよね。で、これはそのデザインっていうのはどうすれば多くの人に使ってもらえるのか。例えばその服をデザインするにはあっても、サイト、ウェブサイトをデザインすることであっても、どういうふうにすれば多くの人にそう、興味を持ってもらえるのか、集客することができるのかっていうことに関して、認知科学の観点、心理学の観点からまあ書かれていまして、なかなか面白い本なんでね、これ。何かその集客したい、ウェブサイト作りたい、ウェブアプリ作りたいとか、まあ、その YouTube で動画作りたいとか、まあ、そんな方よかったらね、これ、読んでみてください。僕の動画下概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。おすすめです。ということで、こんな感じでした。今日はね、全部で7冊紹介したんですけども、本当にね、今日紹介したやつに関しては、もうおすすめの本ばかりなので、ぜひね、読んでみてください。ガチでおすすめだと思います。よかったらね、僕の動画下概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。またね、今後おすすめの本があれば、どんどん紹介していきたいなと思いますので、今後もね、よかったら、よろしくお願いします。チャンネル登録と、グッドボタン、ぜひお願いします。またね、私、Twitter、インスタ、TikTok もやってるんで、動画下概要欄にリンクありますので、フォローよろしくお願いします。では、バイ。